動物だ。カモシカだよな。襲ってこないよね。大丈夫でしょう。おい、悪いね。チンコイワンのとこに。いやーと、何かと思った。あれ一匹だけみたいだね。うん、左がチンコイワン。あ、逃げる。止まった。うんこしねえよな。こっち見てる。めっちゃ見てる。のかもしかに想像。そして隣になんか獅子神様みたい。あー、ちょっと見にくい。襲ってこないよな。いや、ああいう動物はおとなしいから多分こ、ん？こっちが刺激。え、向かってくる？あ、乗ってる。おお、立ち台か。こっちに来るなって言ってるように聞こえないかな。うん、行くか。行きます。行ってしまわれた。行きますか。え、行きますか。え、なんでやめるの。動物にビビる。え、いや大丈夫だよ。もう岩も見えたし。岩も見えたし。しかしまあ太い縄だね。え、登ってこよう。あれね、ほんとチンコの形してっからさ。よし、行こう。クマじゃないんだから。逆にカモシカがいるっていうことはクマがいねえってことだ。それかこれ登る。あれ登れない、登れないし。その道はないですけど。あれれ、こっちが登るのかな。あれおかしいな、登らんねえのか。登れる、普通に登れる道がない。あ、さっきのカモシカは登れないよって言いに教えに。あ、まだいる。いや、ほんと獅子神様みてえだな。まあ絶対襲われないと思ってんだね、この位置なら。今後ろからも足音したよね。こっち側からしたね。今度こそクマか。いた。え、いた。どこに。そこ見えない。そこ。え、俺の懐中電灯あるとこ。ほら動いてる、動いてる。ああ、そこか。カモシカ。あれも、俺クマ。あれもカモシカだよな。え、本日一番のびっくりだわ。2匹か。夫婦かな、チンコ岩で。え、ちょっと待って、ガードレール。あ、ガードレール。走り屋が突っ込んで落ちたやつ。そのまんま放置かい。まあ拾うのはめんどくせえんだろうな。あれ、これ気のせいだ。 あ、下にもなんか道路標識が落っこってる。みんな落ち倒したもん。みんな下に行った。拾わねえんだ。ああ、もう暗くて撮影できねえや。